点を取るためにジ、何の略か、はい、おグッド、ね、さすが片岡、ね、さすが今年のポイントがグッド、いいディフェンスはごちゃごちゃしないで早く点を取る、簡単に、ね、例えばスクリーンを呼ぶとかいうよりも一番いいのは例えば、うん、誰でもいいや、コービーでも誰でもいい、一人おればバスケット勝つの、例えば中学なら、なんでか簡単に奴らはシュート打つでしょ、で1対1で手間をかけると待たなければいけないというのはどういうことか、ナンバーワンとかセットしてたらスクリーン来るの待って待たないといけない、それよりも手っ取り早く効率のいいのが一つはカウンター、カウンタープロザー出て相手が遅れてきたのをやるカウンター、あと何でやっつける、はい分かる人、これ相当カウンター、はい、おそれはカウンターを作るためやっつけるのは相手の個々をやっつけようという時カウンターとあと何やっつける、はい、おミスマッチやっつけるな、ミスマッチ、あとはミスマッチクローズアウトカウンターの状況、まあ、あと一つ挙げたらアイソレーションかな、1人がエースがいたらその周りが動いてやってアイソレーション、だから今とにかく効率のいいカウンターやってる、でもカウンターやったからといってディフェンスが遅れてきたからといってシュートが遅かったら何のためにカウンターをミスミス潰すやろ、よくお前たち速攻行った時にバーッとウィングにガードからパスが来てパスしようかな、シュート打とうかな、ドライブしようかなと思ってキョロキョロしてたり無駄なドリブルを始めてチャンスを失うことがいっぱいある、小さいチームというのはチャンスを失ったらいけないんでキャッチアンドショット、これ今からやりますが、そのキャッチアンドショットとカウンターを使うにどうやってやりましょうかっていう練習をやる、一つはトランジション早く走っていってディフェンスが遅れてきた状態でやっつける、あとは右から左、左から右にサイドチェンジをして、これガードの仕事、サイドチェンジをしてディフェンスをクロックカウンターの状況、だからいいガードが一人おれば全てカウンターの状況になれます、河村が実際そうだな、河村君シュートも入るしドライブもできるし賢いんで必ず河村君には多くのディフェンスがついてくる、だからそこをキックアウトすれば必ずチャンス、チャンスはねアタック寄ってくるパス、そこでチャンス、アタック寄ってくるパス、そこをローテーションしたらもう一回のパスでグッドチャンスが来る、これ言ってること分かる、だけどそれをやっつけるのが一つペイントアタック、誰かがドライブでペイントをやっつけてくれたら誰かが寄るから、そこをやっつける、例えば力強い90ぐらいのパワフルがあるセンターがいてくれたらペイントにボール入れる、そこ寄ってくるな、寄るから即出したのがクローズアウトの状態だと、この今みんなは夏の大会までこの3つはちょっと完成させたいよね、今年は早いガードが2人揃ってるからトランジションか、サイドチェンジがどうかな、パパーンと逆サイドにボールが触れるか、例えばインサイドにボール入れてインサイドから逆に振るのもサイドチェンジです、まだそれができなければガード自らがサイドチェンジ、これはクロスの肌の中にこっちから持ってきてもパスよりも速いぐらいのドライブができたらここでサイドチェンジしてもらうとすることができる、それとペイントアタック、この3つを夏までに一番こだわってるとこ、ちょっとキャッチアンドショットやる、はい、ちょっとトランジションで一人今保坂が走ってきてフォワードが切れていって次飛び込んでくる状況、だからお前のディフェンスはボールラインまで下がってます、ボールラインまで下がってます、分かる、はい、この状況で3じゃなくていい、
この状況でシュート。これもリングで考えてみると、キャッチャーのショット。梅野が寄っとけば、寄っとけば取られる。終わった。寄っとけば取られるしてきた。キャッチャーのショット。ここでどんなこと大体やることが多い、うまくいかないかと自分で思い出して。やべえ。それと、あとはすることがないでキープしてしまうなり、ドリブルになってる。こういうことをしてたら、多くのディフェンスが来てしまう。だから、走り込んできて、キャッチャーにしよう。1、2になったりしたらダメ。1で打って、OK。 はい、はい。